サンフランソワの襲撃は、フレンチ・インディアン戦争中に起きた襲撃である。1759年10月4日、ロバート・ロジャーズ率いるレンジャーズが、当時のヌーベル・フランスのセント・ローレンス・川南部にあるアベナ貴族の集落サンフランソワを中心に襲撃を行った。その日の朝早く、ロジャーズは140人の兵を率いて集落に入り、 伝えられるところによると、主に、女、子供、老人を主に捕らえ、住人の寝込みを襲って虐殺し、逃げようとした者を射殺して、その後集落を焼いた。ロジャーズの報告では、300人ものアベナ貴族を殺したとなっていたが、フランスの報告の方では、女子供を中心に30人すれずれだったとなっている。ロジャーズの兵も一人は戦死し、7人が負傷した。 ロジャーズと兵たちは現在のニューヨーク州にあるクラウンポイントトリからアベナ貴族の集落に着くまでにかなりの困難を乗り越えてサンフランソワに到着したがその後にもさらなる困難が待ち受けていたフランス軍と復讐心に燃えるインディアンに追跡され食料が不足したロジャーズたちはコネチカット側の峡谷を経由してクラウンポイントに戻ったしかし 彼らに必要な貯蔵食料を見つけることができず、兵たちは空腹のあまり、人肉を食べたと言われる。また、襲撃に参加した兵のうちの3分の1は戻って、来なかった。イギリス植民地側のこの襲撃に関する報告では、特に弁解じみたものはなかった。サンフランソアのインディアンたちは、イギリス植民地を、南はマサチューセッツに至るまで襲っており、ロジャーズによれば、 集落の中心となる建物には彼らが這いだイギリス人の頭皮がたくさん飾られていた。ジェフリー・アマースト1759年、フランスからカリオントリデを奪ったイギリス軍将軍、ジェフリー・アマーストは、ケベックを攻めていたジェームズ・ウルフへ密集を派遣し、同時にロジャーズ・レンジャーズの対クイントン・ケネディをアベナ貴族との和平交渉に派遣した。当時アベナ貴族は、 フランスと同盟関係にあった。8月8日、ケネディは、レンジャーズの他の士官や、6人の、ストックブリッジも非官族と共に立ったが、8月24日、アベナ貴族に囚われ、サンフランソワへ送られた。アベナ貴族は、イギリス人士官を拷問にかけた、あるいは逃避を廃だという噂も飛び交い、アマーストをはじめとするイギリスの士官たちはひどく腹を。 たて、ロジャーズに、アベナ貴族の行為に対し、厳しい制裁を加えるように命じた。ロジャーズ自身、10代の頃に、アベナ貴族の襲撃を体験していた。アマースとは、ケデリの剣のみならず、アベナ貴族のニューイングランド襲撃や、ウィリアム・ヘンリー・トリでのイギリス兵暴行も、報復の要因としていた。9月13日、アマースとはロジャーズに、ならず者のインディアンには、慈悲の心は不要であり、 復讐を果たせとの命令を下したが、女子どもには手出しをしないようにとも伝えたレンジャーズの隊長で少佐のロジャーズは142人の士官を含む正規兵、志願兵、民兵、味方のインディアン兵を率いてシャンプランコを北上しサンフランスワへ向かった。9月13日の夜レンジャーズは17隻の捕鯨船を手に入れてクラウンポイントを立った。この出発は 機密事項で行き先を知るのはロジャーズとアマーストだけだった。そしてアマーストはフランス軍を巻くために嘘の公表をしたがフランスは騙されなかった。ロジャーズの襲撃を見越して警備を増やし指揮官のフランソワシャルルド・ブールラマク自身も見回りに携わった。石膏にイギリス軍のヤグラの発見を報告されたブールラマクはケネリの補修と考え合わせてイギリス軍は サンフランソワに向かっていると考え、サンフランソワ近くに数百人の兵を配備した。クラウンポイントレンジャーズは遠征開始から、わずかな期間に40人以上の兵を事故や病気で引き返させるという不運に見舞われた。そして9月23日の朝、ミシスコワ湾の岬に到着したレンジャーズは、襲撃後の退却用の船と物資をそこに隠し、二人のインディアンを見張りに立てた。 ロジャーズは状況が差し迫ってきたこともあり、ことを急がなければならなかった。サンフランソワまでの道は沼が多く時間がかかった。北方の経路をたどったケネリのわだちを踏まないよう、東の経路を使ったものの、乾いた土地はわずかしかなく、夜間はできるだけ木の上で眠った。しかも、行軍から2日経って、見張りのインディアンがレンジャーズのもとへ来て、捕鯨船を フランス軍が持ち去ったことを伝えた。また彼らは敵軍がレンジャーズが戻るのを待ち伏せしていると伝えた。アベナ貴族の居住地、中央にサンフランスワが見える。フランスは追跡の手を緩めていなかった。ロジャーズは作戦会議を開き、このまま攻撃に向かうことに決めたが来たのと同じ道を戻るのは危険だと判断し、ナンバーフォートリでの方向に退却することにした。 自分たちが敵の背後にて、味方からの物資の供給が難しいため、ロジャーズは、中尉のマクミランと、兵十人をクラウンポイントのアマーストのもとにやって、ナンバーフォートリレから食料を持ち出して、コネチカット川上流のクーズインターバル近くに食料を送るように依頼した。彼はその方向へ退却するつもりだった。ロジャーズたちはなおも、沼の、多い、ヌかるんだ道を歩いた。 沼地には樹木がかなり茂っていて、フランス軍は追跡を中止した。9日間の行軍の後、やっと追って乾いた土地に出たが、その地はサンフランソワのすぐ近くだった。18世紀のアベナ貴族の男女マクミランたちは、クラウンポイントへの遠征で9日間に費やし、10月3日にクラウンポイントに到着した。アマースとはすぐにナンバー4トリデに、 レンジャー部隊の注意のサミュエル・スティーブンスを差し向け、約束の地点に物資を届けるよう特命を下し、ロジャーズと兵たちが現れるまで待つか、スティーブンスが彼らはおそらく現れないだろうと感じて、引き返すかだった。同じ10月3日、乾いた土地に出たレンジャーズは、川を渡る一肩を作るため、木を切り倒した。斧の音が集落に聞こえたが、誰も気に留めなかった。 アベナ貴族の集落は、この川の下流や対岸にあり、ロジャーズが予想していたよりも小さかった。ロジャーズとレンジャーズは、数マイル上流に登って、適度な浅瀬を見つけようとしたが、川を渡るのには、困難が伴った。流れが速いため、互いが互いに手を貸して渡らなければならなかった。西部、アベナ貴族の居住地、ニューイングランドとケベック州にまたがっているレンジャーズが、 サンフランソワ川を渡っていた頃、アベナ貴族の男は、フランス軍と協力してのイギリス軍の追跡中で、集落は無防備だった。レンジャーズの142人は空腹でしかも疲れていたが、目的地を前にして、自らの任務に着いた。ロジャーズは、アベナ貴族の集落であるかを確認した後、インディアンに変装し、そのまま集落に入って、一晩中様子を伺った。 サンフランソワの集落はアベナ貴族の村として広く信じられていたが実際には様々な部族が暮らしていた。アベナ貴族に加えてニューイングランドの初期の戦闘を逃れて住み着いた部族や自分で進んで住み着いたりまたはさらわれてきたりした白人の入植者がインディアンの生活に適応して暮らしていた。集落の生活は典型的なヨーロッパ式で中央に教会があった。 マサチューセッツ湾直轄植民地にまで及んだ物騒な一連の襲撃を経験したイギリス系の入植者の間ではこの地は評判が良かった。10月4日の午前3時にロジャーズは集落に向けて兵を進ませ攻撃に備えて彼らを二手に分けた。逃げ出す者を狙うため腕のいい狙撃兵たちが整列し攻撃態勢を取った。午前5時に襲撃が始まった。 前夜に踊りまくった疲れで眠り込んでいたインディアンたちは不意打ちされた。レンジャーズはドアを破り銃を撃ち斧を振るいそして銃剣を構えていた。アベな貴族はなすすべがなかった。アマースとの女子供に手を出してはいけないという命令もこの狂乱の中ではどうしようもなかった。インディアンたちの抵抗はすぐに沈められ逃げ出そうとする者は 集落の外にいた兵に射殺された。子供を含む一部の住民がカヌーまでどうにかたどり着き、川を下って逃げようとした。しかし彼らは追われ、カヌーともども沈められた。火が昇ってから、ロジャーズは集落を焼くように命じた。民家が燃え盛るにつれて、何人かの住民が屋根裏に潜んでいたのが明らかになった。彼らはそのまま家と運命を共にした。 教会もまた焼かれた。神父はロジャーズの慈悲を拒み、貴重品が略奪される前に炎の中で生きたえた。サンフランソワの教会この襲撃で生き残ったのはほんのわずかだった。スコットランド出身のロバート・カクウッドはかつて章に族から告示されたことがあり、これはアメリカでも最も清算なもので、我々の報復は完了したと書いている。ロジャーズが捕虜にした中には、 族長の妻と子供たちもいた。捕虜たちはフランスとインディアンの300人部隊がサンフランソは、側で他に200人のフランス人、15人のインディアンの兵士がヤマスカでイギリス軍を待ち伏せていることを告げた。攻撃の後、レンジャーズは持てるだけの食料品を奪い、帰路についたが彼らの戦いはまだ終わっていなかった。この襲撃により、 ロジャーズは、オビマダオントとして知られるようになった。襲撃を知った総督、ボードルイは、レンジャーズを追跡中の400人の兵に加え、300人の援軍を出した。ロジャーズは来た道とは違う経路で退却した。サンフランソワの集落からの略奪物が重かったが、1週間でサンフランソワからメムフレマゴグ公用化で逃走した。現在のシャーブルックのあたりで、 ロジャーズは重大な判断を下した。隊を10人から20人の小隊に分け、そうすることで食物探しや狩りを効率よくできるようにした。しかし、追跡者からは狙われやすくなった。いくつかの小隊は頑強なフランス軍に追われた。あるフランス兵の証言によると、40人ばかりのロジャーズの兵が殺され、10人が捕虜としてサンフランスワへ連れ戻された。 サンフランソワでは、捕虜の何人かが、フランス系カナダ人が救おうとしたにもかかわらず、インディアン女性の激しい怒りの犠牲となった。しかし、歴史家のフランク・マクリンによれば、この遠征での死者と捕虜は、主官が3人、その他が46人となっている。レンジャーズは約束していたクーズインターバルに着いた。しかしそこに、食料はなかった。アマースとの命令によって、 サミュエル・スティーブンズが食料を運んだが、銃声を聞いて敵が近づいたと思い込み、食料もろとも退却したのである。レンジャーズが着いたのは、その2時間後で焚き火がまだくすぶっており、合図20を何発か撃ったが虚しかった。この後ロジャーズはアマーストへの手紙にこの時の辛さ、失望感と川を下ってナンバー4トリデまで自ら食料を得るために行ったことを記している。 彼は痩せ衰えた兵たちに10日以内に食物を持って戻ると約束して3人の兵とコネチカット側をイカダで降り10月31日にやっとの思いでナンバー4トリレに到着したすぐに食料が上流に送られロジャーズは10日後に飢えた仲間のところに戻ってきたまた他の小部隊がいくつか飢えと疲れとでクラウンポイントに方法の手で帰還した コネチカット川、バーモント、ニューハンプシャー領収宗教より遠征の最後の方の日誌には追っ手を逃れ、上と疲弊とのざらしに苦しむ兵たちによる日記が未完成の絵で表現されている。一方で隊長のロジャーズは遠征に関して比較的簡潔な文章をしたためている。曰く険しい岩山や泥沼をうんざりするほど長く行軍した疲労と空腹とが怖かった。 樹皮や根やキノコを食べ、ビーバーの皮から肺が生肉をガリガリかじった。この遠征で知られている人肉食については、注意のジョージ・キャンベルが歴史家のトマス・マンテに語っている。それは、レンジャーズの兵が小さな流れの丸太に挟まれた頭皮を剥がれた死体に出くわし、生でその肉の一部をむさぼり食ったというものである。生で食べたのは、 あまりにも空腹で火を起こすまでの時間を辛抱しきれなかったからである。ロバート・カークウッドの証言は比較的率直である。それはロジャーズが捕虜のインディアンの女を殺して死体を切り裂き兵たちと分け合ったというものである。レンジャーズはまた昆虫、腐った動物の肉まで食べたと言われている。アマースとはロジャーズの報書に同意してこう返答した。 お前の報告の一つ一つは、非常に良い,い判断でなされたものであり、私が賞賛するに足るものである。サンフランソワの襲撃では、ロジャーズは敵を200人殺し、20人の女子供を捕虜としたと言われている一方で、子供5人を捕虜として、あとは逃がしたと言っている。また、フランス側の報告によれば、女子供20人を含む30人を殺した。フランシス・パクマンによれば、 レンジャーズは襲撃で戦士一人、負傷六人を出し、退却の際にもある招待の五人が補修され、他の招待の二十人が戦士、または補修だった。また、出発時の二百四人のうち、生還したのは約百人であったと断言している。ロジャーズは、この襲撃後、ケベックでイギリス軍の任務につき、アマーストの命令で、レンジャーズを五大湖地方に派遣して、 翌1760年の末に、その地のフランスの砦を攻略した。デトロイト砦の降伏により、ロジャーズはさらに英雄視された。後に、ポンティアック戦争が勃発した際には、再びデトロイトに赴いた。サンフランソワの襲撃の死傷者及び、捕虜の人数には、諸説がある。ありがとうございます。